石。石、石、ストーンは、岩より小さく、砂、サンドよりも大きい、鉱物質の塊。工事園の説明の一番目のものから解説すると、石というのは、岩より小さく、砂、サンドよりも大きい、鉱物質の塊のことである。何らかの原因で、岩が割れて、いくらか、小さくなったものである。特に小さな石は小石。 英語では、ペブルと呼ばれる。なお、石より小さいが砂よりも大きいのは砂利、グラベルなどと呼ばれる。工事園では2番目に、材質、材料としての石、イコール石材を挙げている。3番目には、宝石や、特定の鉱物加工品を挙げており、具体的には次のものを挙げている。山などでは、自然と石が転げ落ちることが起きている。これを落石という。 外して言えば、木より硬いものが多い、傾向がある。別の言い方をすると、高度の値は木よりも高い。18世紀では、生命と物質の概念の区分けは現代人と異なっていて、鉱物も自然界の一連の生命の海底の一番下に位置づけられていた。例えば、18世紀の博物学における分類体系においては大抵、動物界、植物界、 鉱物界が平地されていたのである。分類学の父とされる、輪廻の著書、自然の体系、1735年はその点で、冒頭で次のように定義してみせた。19世紀初頭に、ラマルクがそれとは異なった線引きを主張したことで、人々の概念の区分けに変化が生じた。ラマルクの1809年の書、動物哲学においては、 動植物と鉱物の間には超えられない断絶がある、と強調し、彼独自の線引きの学問、バイオロジー、生物学を提案し、やがてそれが人々に受け入れられ定着したことで、概念枠が徐々に変化したのである。なお君が世の中にも、サザレイシの岩を隣りて、サザレイシが大きな岩となってと、石が成長する様が描かれている。メデューサ神話では、人が恐怖で石になる。 古代から何らかの境界を表すものとして、石が置かれることがあった。イギリスのストーンヘンジや、ストーンサークルなどがその例として挙げられる。石は古く人間の一生、人生というタイムスケールの中では、意図的に壊そうとでもしない限り、大きな変化の起こらない、より長い時間を存在する、ともすれば永久不変の存在だと考えられてた。このため石は、 永遠性の象徴として崇められ、民族学上では、こういった思想が世代を超えて受け継がれる、原始宗教と結びついていったとも考えられている。不老不死に憧れを抱いた者の,の中に鉱物を永久不変のもととして捉え、それら鉱物から不老不死のエッセンスを抽出すれば、いわゆる不老不死の薬が作れると考えた者も,もいた。こういったものの中には、不老不死の妙薬として、 好物から抽出される水銀を服用して、中毒死したものも記録に残されており、また、錬金術において、不老不死研究の過程でも、少なからず、好物に永遠性の象徴を求めていったケースが見られる、水銀。日本の神社には、通常の神とは別に石が祀られていることも多い。また、日本には夜泣き石の伝説がある。恩名石と言われる男女を表す石もあり。 接生石は妖怪のたたりをもたらすとされる。宝石には伝説が付きまとうことがある。特にホープダイヤモンドのそれは有名である。機械式時計の歯車の軸受けに魔耗に強い石、宝石が使われる。耐魔耗性に優れ高度が高い結晶から削り出した軸受けを使う。より具体的にはルビーやサファイアなどから削り出す。 時空受けに宝石を使っている数が多いほど、外して耐久性と長期的な精度が良くなるので、機械式時計の性能を表すのに、N 意と表現する場合がある。N は自然数。例えば、17国時計や21国時計などと呼んでおり、時計の盤面に17ジェエルズなどと表記されている。この数が長期間の使用でも精度が変化しにくいことを表す。 目安となっている。手巻き腕時計では17国、自動巻き腕時計では21国を使っていれば、十分な性能を発揮する。なお、アナログ式クオーツ時計においては、可動部が少ないため、石の数は、機械式時計に比べて少ない、安価なものに関してはないものも多い。石は、投げつけることで相手を傷つけたり殺したりすることが、できる。古代から狩猟に使われたり、 戦闘の武器、兵器として使われた。石はありふれていたので、人は戦うとき、とりあえず手近にある石を手に取る、ということをしてきた歴史があるのである。日本では手で投石する戦闘行為を、陰地、陰地と言い,い、熟練者を、印十字と称した。戦国時代には、石合戦などの行事が行われていた、石つぶて隊とも、 やがて、何らかの機構を使って、手で投げるよりも遠くへ飛ばそうとするようになり、多くの国で投石機、カタパルトバリスタ、石弓、石弓、石も飛ばせるようにしたものなどが開発され、投石専門の投石兵が組織された。古代イスラエルのダビデは、石でゴリアテを倒したとされる。そのダビデの姿を描いた、ミケランジェロの有名なダビデ像は左肩に、 帯状のものを乗せているが、これは投石のための道具である。なお、戦いで石を手に取るという行為は古代や中世で終わったわけではない。現代でも例えば、パレスチナの人々は彼らを迫害するイスラエル人と戦おうとする場合、銃などを手に入れられない代わりに地面に落ちている石を拾い投げつけて抗議行動を行った第一人ティファーダカーリングには、 花崗岩で作られたストーンが用いられる。囲碁やレンジュでは黒と白の五石を用いる。このうち黒岩、ナチ黒いという石から作られている。なお白石の方は高価なものではハマグリの貝殻から作られているものが多い。安価なものでは黒、白ともにプラスチックや硬質ガラスなど石以外の素材で作られることもある。布石、石、ステーといった子は 石を使う囲碁の用語として生まれ、後に転用されたものである。囲碁の伝統の影響で、オセロに使われる樹脂製のものも、石と呼ばれる。石焼きとして、鉄板のように使用することがある。また、アフリカのケニアでは、オドアと呼ばれる石を食用とする。この石は、葉よりも柔らかく、葉を磨く効果もあるという。味は塩味も甘味もなく、食感が楽しめる。 鉄分が含まれるため、鉄分が不足しやすい妊婦などが好む。半導体を使う製品では、古くよりラジオなどの性能を表すのに、真空管の本数を示して、5級ラジオのように呼んでいたことにない、トランジスタラジオなどの性能を示すのに、トランジスタの個数を示して、五穀ラジオのように呼んだ。これには、トランジスタの原料であるシリコンが、 石英や超石と同じ計測化合物であることも関連している。鉱石ラジオでは研波のために鉱石を一つ使うが、これは様々な代用品が使われることもあった。なお現在でも古くからパーソナルコンピュータ、PC、a t 互換機などを扱っていた人の間で、ジャーボンとして CPU や GPU などを石と称する場合がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。